ワクチンを打つと遺伝子すなわち DNA が書き換えられるからワクチンを打ちたくないな、こんなご質問もいただいておりますが、 DNA は核の中にある遺伝子、ワクチンは核の中に入り込むことができませんので、私たちの遺伝子 DNA を書き換えることは理論上できません。安心をしていただきたいと思います。またこんな質問もいただいています。ワクチンを打つと不妊になるんですか、妊婦さんはワクチンを打ってもいいんですか、というご質問であります。ワクチンを接種してから70日後の精子の動きなどについて全く変化がないという研究成果が出ております。一方でコロナに感染して回復した方々の4分の1の方に精子がなくなるまたは精子が減るといったような報告もあります。ワクチンに対してはそのような変化はありません。もしかしたらコロナに感染した方の情報がワクチンの情報と混ざってしまっているのかもしれません。そこはご心配がいりません。また1回目の接種を受けた後に妊娠が分かった場合の運用はそのまま打つというのが世界で行われていることであります。政府公文においても妊娠中授乳中の方も新型コロナワクチンを受けることはできますと広報をしているところであります。赤ちゃんに対して影響が出たという報告は今のところありません。そして何よりも妊娠後期にコロナに感染をしますと重症化するリスクが高まるということであります。妊娠後期はお母さんの体にとっても非常に負担が重いということでありまして、重症化するリスクが高いということを踏まえてご検討をお願いできればと思います。さあ若い方の中に自分たちは重症化しないからワクチンは打たない、このようにおっしゃっている方もおりますけども、新型コロナの後遺症があることが分かっております。海外においてもこの新型コロナウイルス感染症から回復した後の後遺症、極めて深刻な課題として捉えられているところであります。中には短期間でコロナ後遺症で何度も救急車で搬送されるとは思っていませんでしたと、いったようなお声も聞いているところでありまして、重症化をさせない、これがワクチンの一つの目的でありますので、そういった意味ではそのことも視野に入れて若い方にはワクチンの接種をご検討いただきたいと思います。デルタ株への置き換わりが進むにつれまして、非常に感染力が強いということが分かってまいりました。でデルタ株は新型コロナウイルスの突起、この突起が変化をすることで体を守る抗体が見逃しやすくなることによって感染しやすくなったり重症化しやすくなったりということが懸念をされているところであります。ただし現状におきましてワクチンの重症化予防の効果は全く落ちていないということも申し上げておきたいと思います。新型コロナウイルスからの感染を予防するためには一つの対策で予防するわけではありません。手を洗うこと、換気をすること、ソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスを取るということ、マスクをはめるということ、ワクチンを打つということ、いろんな対策を組み合わせることによってリスクを大きく下げることができます。ですから変異株であったとしても私たち一人一人が必要な対策はこれまでと変わりはありません。ただしより感染しやすいという状況をよく理解をして基本的な感染予防対策を徹底するということをお願いをしたいと思います。